現在、伊予市役所1階ロビーにアートで叶える伊予 SDGs プロジェクトの作品が展示されています。SDGs とは、国連サミットで決められた持続可能な開発目標のこと。この中で、自然環境、資源から人権問題や平和に至るまで、包括的な17の目標が掲げられ、2030年までの長期的な開発の指針としています。今回、伊予市内にある幼稚園から高校までの子どもたちが、この SDGs の17の目標をテーマにした絵を描き、およそ60点が展示されています。一つ一つの絵には、世界的な取り組みを身近なものとして考えた子どもたちの思いも添えられています。まじまじと見るとさすがだなって、やっぱり若い子っていうか、ちっちゃい子の感性っていうか、若い世代の感性、なかなか素晴らしいものがあるよね、うん、そういったことでこの SDGs の、まあ、世界共通の17の課題に対して伊予市のちっちゃな自治体としても取り組んでいくことによって、まあ、この星が、またこの伊予市が未来につながる、まあ街になるし、地球全体のことにも環境も含めて取り組んでいけるのかな。その中に、まあ、10番目に掲げられている人や国の不平等をなくそう、これを真剣に考えたら世界中で戦争なんかなくなるんですよね。また、まあ、いろんな意味で当たり前のことを書いているようでなかなか難しいんですけど、まあ、ウィズコロナの世界がもう来てます。そんな中で、新しい生活様式を取り組んでいく中でも SDGs の要素をしっかり取り入れて、伊予市における SDGs の、まあ、持続可能な開発を目標に掲げて、市役所がまず核となって職員から、まあ、発信していきましょうよ。 SDGs の輪ができた時には伊予市はしっかりとこの世界共通の17項目を愚直にやってるねっていうような一つの形を作ろうかなと思って取り組んでいます。はい、素晴らしい力作がたくさん揃ってますんで、ぜひテレビ CATV をご覧の皆さん、伊予市役所1階に訪ねていただければ幸いに存じます。はい、この展示は7月31日まで伊予市役所1階ロビーで行われ、8月以降は伊予夢未来館で展示される予定とのことです。